トラちゃんは見た。私はカリン。これはもう十数年も前のことだ。当時うちは一般的なサラリーマン家庭で、周りとちょっと違うのは子供の数が多いという点だった。それでも家族全員が仲が良く、喧嘩もほとんどせずに平和に過ごしていた。そんなある日。はい、もしもし。ああ、ゆりさん、俺だよ。赤松だ。ちょっと橘に話があるんだ。代わってくれるか。この父の兄、おじからの電話で、私たちの日常が変わることになった。なんだって？うちの子を一人養子に欲しいだと？ああ、わかるだろ。俺たち子供ができなかったから本気に後継ぎが必要なんだ。なに、書類上だけ養子にしてもらって、あとはその子の好きにしてもらってかも。結婚して土地の管理さえしてくれればどこに住んでもいいし、お金はあるから何も不自由なことはないわ。ということなんだが、お前たちの中で養子になっても構わない奴はいるか？あっちは男の子が欲しいそうなんだけど。誰も行かないなら俺でもいいよ。後継ぎがいなくて困ってるんだろ。でもお兄ちゃんは長男だし。あ、じゃあ俺が行くよ。黒木、やりたいこともまだ決まってないし、養子になったからって家族の縁が切れるわけじゃないから。すまんな黒木、養子の約束は二十歳を過ぎてからだ。その間に気が変わったらいつでも言うんだぞ。うん、わかった。こうして当時高3で大学進学を控えていた次男の黒木が本家の養子になることが決定した。そうかそうか、決めてくれたのか。いやー助かるよ。これで俺たちも枕を高くして寝れる。いいか兄貴、あくまで書類上ってことで黒木に余計なこと言うんじゃないぞ。わかってるわかってる。それじゃあまたな。しかし、ちょっと黒木、あなたいつこっちに来てくれるの？あなたはもううちの子なんだから、うちから大学へ通いなさい。いや、そこからだと片道2時間半かかっちゃいますし。そのくらい我慢できるでしょ。お勉強は新幹線の中ですればいいじゃない。黒木、代わって。母さん。お姉さん、黒木には無理強いしないって約束したじゃありませんか。あら、別に無理強いはしてないわよ。うちから学校に通うのは普通のことじゃない。それから黒木、あなた勝手に彼女作ったりしてもダメよ。あなたにふさわしい女性をちゃんとこちらで用意しておきますからね。お姉さん、ですから約束が確定された瞬間から、このおじ夫妻の態度が一変し、黒木にああだこうだと指図するようになったのだ。あまりにひどくなるようなら破談にする必要があるな。そうね。ところが事態はさらに一転する。ヒイラギ、エトラ大学合格おめでとう。まったくすごいな、あのエトラ大に合格するとは。ありがとう。そう、三男のヒイラギが名門エトラ大に合格したのだ。そして、なんで、アザミさん聞いたわよ。アザミさんちの甥っ子さん、エトラ大に合格したんでしょ。すごいわね、将来有望だわ。ええ、まあね。でもね、あの子は本当は甥っ子じゃなくて。お、はい。お、お兄さん、お姉さん、こんにちは。悪いわね、ちょっと大事なお話があって。大事なお話？何の話だ。ええ、養子のことなんだけど、黒木じゃなくてヒイラギをうちにくれないかしら。え、あろうことかおじ夫妻はヒイラギが優秀だと聞きつけて、ヒイラギをよこせと言ってきたのだ。一体急に何よ。何、次男がそんなに変わるだけだろ。そうよ、それにうちの後を継ぐなら優秀な子の方がいいじゃない。ご近所さんたちにももうヒイラギがうちの子だって話しちゃってるから。実はこのおじの奥さんは周囲に、実はヒイラギは義弟に預けてる私の子なの。もうすぐうちに帰ってくることになってるわ。そうなのね、などと吹聴して回っていたらしい。ふざけるな、勝手に大嘘こきやがって。本人たちの意向も聞かないでそんなことできるはずないじゃありませんか。あら、こんなウサギ小屋みたいなところでぎゅうぎゅうに暮らすより、うちで広々暮らした方がよっぽど幸せだと思いますけど。そうだな、経済的にはうちの方が安定してるし、そんなことは何もないぞ。そうそう、それにヤズローちゃんも可愛く成長したことだし、どう？一緒にうちの子にならない？ああ、いいじゃないか。金持ちの男でいいのがいたら向こう入りしてもらうぞ。ちょっと、さっきから失礼じゃないですか。そうだ、勝手に決めないでくれ。あら、学歴も顔もパッとしないあんたたちには用はないのよ。でもヤズリハちゃんなら可愛いし、将来私たちの介護とかもしてほしいから、ぜひうちの子になってほしいわ。そうだな、二人もらっていいか。なんだと。
もういい、養子の件は白紙に戻してあんたらとは縁を切る。待って、いいよその話、引き受けるから。僕がおじさんの家の養子になる。ヒイラギ、土地も管理するし結婚もそっちが決めた相手とする。それでいいんでしょ。ヒイラギ、無理しなくていいのよ。そうだ、わざわざこんな奴らの子になる必要ない。僕のことなら大丈夫、心配ないよ。もうヒイラギ、よく言ってくれた。よし、早速いろいろ手続きしようじゃないか。いろいろ準備して待ってるから、近いうちにこっちへ来るのよ。待ってるからね。ヒイラギ、あんたどうして。あんなのに気を使う必要なんてないんだぞ。別にあいつらに気なんか使わないさ、ちょっと考えがあるだけ。10年後が楽しみだ。こうしてヒイラギは成人する前にあのおじ夫妻の養子となったが、当の本人は本家に住まず、おじ夫妻のお金で一人暮らしを始めることになった。そして10年後。ただいま。おかえりなさい。現在ヒイラギは2度目の結婚をして実家近くに家を建てて暮らしている。本家の方はどうしたのかというと、ヒイラギ戻ってきてくれよ。なんとヒイラギが実質本家を崩壊させたのだ。この10年で何があったのかというと、赤松さん、あざみさん、235番地に使ってない畑がありますよね。あれ売っちゃった方がいいと思いますよ。え、使ってないのにそのままにしてもしょうがないですし、最寄りの駅が発展してきて時価が上がってきてますから、今売るにはちょうどいいと思いますよ。そうなのか。まあヒイラギが言うならいいんじゃないかしら。あと別の土地もと、適当な言葉を並べて、本家の所有していた土地をほぼほぼ売り払い、本家も少人数で住むには広すぎますと言って、小さな家屋だけを残し売却。財政も全てヒイラギが掌握し、本家の二人は自由にお金を使えないようにしてしまったのだ。おかげでおじ夫婦たちは年金だけで細々暮らす羽目になり、足りない分はヒイラギが扱っている本家のお金を切り崩して仕送りしている状態だ。そしてヒイラギの最初の結婚は、よろしくお願いします。おじ夫妻の知り合いの娘さんとお見合い結婚こそしたものの、当然そこには愛はなく、寂しさからお嫁さんは好き放題に散財。その後ヒイラギが離婚表明しても周囲は強く反対できず、たった2年という短い結婚生活を終えたのだった。こうして財政と本家の人間をコントロールし、自由の身になったヒイラギは晴れて好きな人と幸せな結婚生活を送れるようになったというわけだ。ヒイラギ、我が弟ながら末恐ろしいやつ。ちなみにヒイラギは一応本家のお世話はするものの、冠婚葬祭以外ではめったにあちらに顔を出さない。ヒイラギ、両親となったおじたちにも塩対応だし、お金のことも弁護士を通しているので、かなり冷遇していると言ってもいい。というのも、ねえヒイラギ、あんたあの時どうしてあの家の子になるなんて言ったのよ。ん、ああ僕最初からあの家を乗っ取るつもりだったからね。え、お金も全部搾取して最低限の暮らししかできないようにしてやろうってね。なんでそこまで。だって許せなかったんだ。あいつら僕たちのことまるでペットみたいな感覚だったじゃないか。譲り葉を奴隷扱いしようとしたのも気に食わなかったし、あ、姉さんや兄さんたちのことまでバカにして、だから僕があいつらをマリオネットにしてやろうと思ったんだ。あいつらは僕の新居の住所も知らないし、せいぜい与えられた環境の中で細々と過ごせばいいさ。ああ、ヒイラギ、お前末恐ろしい策士だな。お褒めの言葉ありがとう。絶対的に回しちゃダメなやつね。そうね、でも私的には助かったわ。ありがとうお兄ちゃん。どういたしまして。ちなみにうちの実家はヒイラギが負担してくれたことにより引っ越しをして、ヒイラギ同様住所を教えてないので、本家の人間と実家はほぼ絶縁状態となっている。もちろんおのおのの連絡先や住まいも教えてないので、急に突される心配もない。おそらくはヒイラギの言う通り、おじ夫婦はこれからもこじんまり生きていくことになるだろう。ちょっと飼い殺しみたいでかわいそうだけど、まあヒイラギのおかげでうちの家族は救われたんだけどね。道徳的にはともかく、率先して家族を助けてくれた弟にはとても感謝している。エトラちゃんは見た。ウロキ、お前仕事舐めてんの。ウロ、あ、何度目だこのクソバカだ。申し訳ありませんでした。俺はクロキ、エトラ社で働く一平社員だ。この男は赤松、俺の上司だ。よく見やがれてめ、ここお願いしますじゃなくてお願いいたしますだろうが。またそんな些細なことで。そう、この男
どんなに小さなミスでも激しい怒号で叱りつけてくるのだ。ああ、もっとちゃんと確認しておけばよかった。聞いてんのか、グズキ。うん。ちなみにこの男は部下以外にも容赦はしない。先日半ば強制的にキャバクラへ連れて行かれた時も。てめえ、俺のハイボールは濃いめがいいっつっただろうが。そんなこと聞いてない。てめえ耳詰まってんのか、このドー。赤松さん。あれ狂う上司赤松に対応しきれなくなった店は警察を呼んだが、あなた飲みすぎですよ、一旦店外へ出てください。うるせえ税金泥棒が。俺は客だぞ客。金払ってんだから店に文句言える立場なんだよ。黙ってろよクソが。一度切れると誰かで構わず噛みつく、まさに最悪のクレーマーだ。この前は店員が水を持ってくるのが少し遅れただけでブチ切れてたよ。何がタッチ悪いってさ。その後にクレームつけたことをさも武勇伝のように語り出すところだよな。ありすげえよ。そうですね。何をどうしたらああいう人間になるんだろうね。突然会社辞めてくれたりしないかな。うん。しかしその数ヶ月後。おい、みんなちょっと集まれ。ジョブローテーションで今日から1ヶ月間うちの部署で働くことになったヒイラギだ。総務部から一時移動となりました。皆さんよろしくお願いいたします。一時移動？どういう意図なんだ。いわゆる監査みたいなものじゃないかって話だよ。監査だったら赤松のことで何か指摘してくれないかなと淡い期待をしたが、いえ、僕はただ経験を積みに一時移動志願しただけですよ。なんだそうでしたか。何かがっかりするようなことでも？いえ、実はこんにゃこんにゃ。ああ、赤松さんなら他の部署でも有名ですよ。え、ってことは上も知ってて黙ってるのか。ええ、そのようで。だからこの部署は大変だって上司にも教えてもらいましたよ。僕、明日赤松さんと二人で飲みに行く予定なんです。困ったな、今から怖くてしょうがないですよ。ん？なんか少し変わったやつだな、ヒイラギって。確かに、ちょっとミステリアスな人だったね。案外、ああいうタイプはうまいことやってくれるかもしれないな。そして、翌日の晩に赤松とヒイラギは夜の街へ消えていった。翌日。おはようございます。ん？どうしたんだ？あ、黒木。それが、赤松部長入院することになったらしい。なんでそんなことに。おはようございます、黒木さん。あ、ヒイラギ。昨晩は大変でしたよ。ここからはヒイラギから聞いた話だ。あの後ヒイラギと上司赤松は行きつけの居酒屋で飲んでいたらしい。ここのお店はお気に入りだよ。ちょっと文句言ったら神対応してくれるようになったんだよ。そうなんですか、いいお店ですね。2時間後。赤松さん、そろそろ締めの一杯なんてどうですか。ぜひ赤松さんに食べていただきたいおすすめのラーメン屋さんがあるんです。お、ラーメン、いいじゃねえか。ここですよ。お、俺の好きなとんかつ系か。ここは僕が出しますから、赤松さんはお好きなのをどうぞ。お前気が利くな。えい、とんかつ味噌にネギラーメンお待ち。うまい。ここはスープにすごくこだわってるんですよ。そうですよね、マスター。お、まあな。ちょっとご賞も出すかね。あ、なんだこりゃ、髪の毛じゃねえか。おい、こらてめえ、人の子芋に髪の毛なんか入れやがって、気持ち悪い。作り直せバカが。これは俺の髪じゃないね。見たところ赤い髪だから、大方あんたのが途中で入ってんだろ。てめえ何言い訳してんだバカ。いいからとっとと作り直せやクソが。赤松さん、落ち着いてください。そんな風に言ってはお店の方に失礼ですよ。謝ってください。てめえまでなんだその上から目線は。何様だこら。あ、ゴミだゴミ、こんなクソまずいもん。けじゃあな。おい踊れ、第4ある兄貴のラーメンがまずいだと。威勢のいい親父だ。その喧嘩買ってやろうじゃねえか。兄貴、こいつ閉めていいっすか。なんでもいいが、お客さんの迷惑にならんよう外でやってくんね。思ってたろや、骨の五六本は覚悟しておけよ。え、ヒイラギ、黙ってられたけ。マスター、すみません。あんな人を連れてきてしまって。僕が掃除しますから、雑巾を貸していただけますか。おう。ということがあったんです。全身打撲と複数の骨折で数ヶ月は入院するそうです。まあでも自業自得だな。
ちょっと気の毒だけど、いい薬になったかもね。そうですよ。これは因果応報です。人を人として扱わないあの人には天罰が下ったんですよ。その後、上司赤松の見舞いに来ると。部長、大丈夫ですか？大丈夫だ。よほど怖かったのか反省したのか、今までの態度が嘘のように丸くなっていた。穴埋めに忙しくてすぐ見舞いに来れなかったから相当キレられるかと思ったけど、むしろすごく怯えていたね。手土産くれたし、やっぱ悪いことするもんじゃないよな。そうだね。これに懲りて赤松部長は復帰しても威張り散らすことはなくなったのだった。ねえ、私今度3丁目の豚骨ラーメン食べたい。ああ、立花ラーメン、あそこうまいんだけどさ、ヤーさん行きつけの店だって噂があるぜ。怖っ。兄貴、今日も最高でしたよ。おう、また来いよ。え、ジョブローテーションを申請するの？はい、赤松さんの元でお勉強したいことが。木曜のみね。いいぞ、俺の行きつけの居酒屋を紹介してやる。おラーメン、いいじゃねえか。くしょくしょ。おい、こらてめえ、人の恋もに髪の毛なんか入れやがって、気持ち悪い。えらげー、黙ってないで助け。マスター、すみません、あんな人を連れてきてしまって。僕が掃除しますから、雑巾を貸していただけますか？おう。お前、わざと連れてきたわけじゃねえだろうな。いいえ、違いますよ。僕はヒイラギ。僕の母は小さな小料理屋を営んでいて、大学が休みの時は僕もよく店を手伝っていた。暑いので気をつけてくださいね。めっちゃかけんな、こんな暑い血持ってきやがって。母さん、おい待て。母はクレーマー男にお茶をかけられて顔に火傷を負ってしまった。母さん、大丈夫だよ、僕がついてる。ヒイラギ。僕はヒイラギ。あの男は一生許さない。エトラちゃんは見た。僕はヒイラキ。エトラ商事で働くサラリーマンだ。就職と同時に実家を出て、現在は一人暮らしをしている。もしもし母さん、荷物届いたよ。ありがとう、すごく助かるよ。いいのよ、これくらいしか送れなくてごめんね。謝らないでよ。今は一人だけど、僕は家族が大好き。だからこうして定期的に実家に連絡をしていたんだけど。そうだ、おばあちゃんに代わってくれるかな。今年も梅干しつけてくれたんだろう。お礼を言わないと。それがね、ヒイラギ、あなたにまだ話してなかったんだけど。おばあちゃん、今入院中なのよ。祖母は高齢で80代半ばだった。しかし実家にいた時の祖母は元気で、病気とは無縁だと思っていたが、その祖母が先日急に体調を崩したらしい。なんでもっと早く言ってくれなかったんだ。知ったら飛んで帰ったのに。ごめんね、実はおばあちゃんに口止めされてて。ヒイラギのことだから入院のことを知ったらきっと心配させてしまうって。だからまだ黙っててほしいって言われたのよ。そんな。私もお父さんもすぐ治ると思っておばあちゃんの言う通りにしたんだけど、昨日あたりから急に悪化してしまってね。じゃあ伝えようと思ってたのよ。でも大丈夫、お医者さんはじきに治るって言ってたし。けどもし週末こっちに戻れそうならお見舞いに行ってあげてちょうだい。きっとおばあちゃん喜ぶわ。もちろんだよ、絶対に帰るから。後日、こうして僕は土日に実家へ一度帰ると約束し、絶対に休日出勤にならないように全力で仕事を終わらせようとしたが、ゲーラゲー。赤松課長、お前今週いつになく作業が早いじゃねえか。ええ、まあちょっと週末に予定があるものですから。ああ、そうかそうか。この男は課長の赤松、直属の上司なのだが、はっきり言って僕はこの男が好きじゃない。よし、じゃあ引き続き頼んだぞ。はい、よかった、また仕事を押し付けられると思った。おい、ヒイラギ、社内メール送ったから確認しておけよ。お、わかりました。メール？一体何の？
課長、何ですかこれは。ああ、今度うちで新しく食品事業を始めるみたいだよ。それについて下調べやら確認事項やらいろいろあるんだわ。お前今やる気あるみたいだから頼んだぞ。ま、今週までにちゃちゃっとやってくれや、ちゃちゃっと。今週までって、いや、しかし僕は予定が。あ、なんだお前、上司の頼みを断るのか。ああ、わかりました。よしよし、わかればいいんだよ。はあ、ちょく、課長の野郎、自分がめんどくさいだけじゃねえか。大丈夫か、ヒイラギ、手伝うぞ。ああ、ありがとう。くそ、こうなったら何が何でも終わらせてやる。そして金曜日、はあ、なんとか終わった。お疲れさん。はい、総務課赤松。はいはい。え、まだですね。ああ、でも必ず来週までに終わらせますから。ええ、はい。なあ、ヒイラギ、クロキ、立花。なんですか。いや、実はだな、締め切りが昨日までだった案件があったのを忘れててな。悪いが、お前ら3人土日出勤して月曜までに終わらせてくれ。なんで俺らが休日返上で働かなくちゃならないんすか。課長の仕事なら課長がやるべきでしょ。しょうがねえだろ、俺は明日明後日お偉いさんたちとゴルフ行かないとならねえんだからよ。でも僕は土日に予定があるって言いましたよね。予定ってなんだよ、仕事より大事な予定か。そうです。うわ、どんな。実は今祖母が入院中でお見舞いに行かないといけないんです。最近体調が良くないみたいなので早めに病院に行かないと。へえ。バッカ、お前仕事の方が全然重要じゃねえか。ですが約束を。いいからお前は土日出勤しろ。今すぐ死ぬわけじゃねえんだから来週に回せ、来週に。たか、これだからゆとり世代はよ。ヒイラギ、心配すんな、俺と立花でなんとか終わらせるから。お前はばあちゃんとこ行ってこいよ。いや、あそこまで言われて休んだらきっと来週ずっと責め立てられるだろうし、親に電話して来週に延期してもらうよ。そうか。そして僕はしぶしぶその旨を親に伝えたが。あ、わかったわ。この時僕は無理してでも見舞いに行けばよかったと今でも後悔している。先生、103号室のゆりさんの容態が急変しました。何ですって。ご家族に電話して、急いで。はい。某月某日午前6時23分、五輪中です。そう、月曜日の朝早く祖母の容態がさらに急変し、顔を合わせられないまま祖母は亡くなってしまったのだ。そうか、おばあちゃんが。わかった、3日間きびき休暇取るから。おばあちゃん。いやー、ご苦労さんだったな3人とも。今回のはちゃんと手当てがつくらしいから安心しろ。いやー、助かった助かった。はあ、課長。あ、今日の朝祖母が亡くなりました。え、ヒイラギ。そうか、そりゃ残念だったな。はい、ですので今日は早めに上がらせてもらって、明日から3日間お休みをいただきます。おいおい、待て待て、何勝手に3日も休もうとしてるんだ。は、別に親が死んだわけじゃあるまいし、休む必要なんかないだろ。響き休暇なんざ甘ったれな人間が使うもんだ。俺は身内が死んだくらいで休んだりなんかしねえぞ。そのうち線香の一本でも開けとけ十分だろ。そらさっさと仕事しろ仕事。いいえ、近しい親類が亡くなった場合3日間響きをいただけるという会社規定がありますので、課長が何とおっしゃろうが僕はお休みをいただきます。なにバカなこと言ってんだ。お前上司の意見を無視するつもりか。はい。うわーか、よーくわかった。じゃあ今後一切お前に仕事は振らないからな。一生昇進できると思うなよ。課長。構いません、課長のご命令なんてクソくらえです。ではお先に失礼します。待て、ヒイラギ、お前覚えてるよ。うるさい、黙れ者。そして僕は会社を早退し実家へ急ぎ戻った。おばあちゃん、
お見舞いに行けなくて本当にごめん。あの時やっぱり誰を敵に回してもおばあちゃんの顔を見に行けばよかった。あれは身内が死んだくらいで休んだりなんかしねえぞ。くそ、あの男一生許さないからな。その後無事葬儀を終え、あっという間に3日が経ち、僕はまた一人暮らす家に戻って会社へ出勤したのだった。おはようございます。甘ったる人間が戻ってくるんじゃねえっつな。バツバツバツ、おはよう黒木橘、迷惑かけたね。おお柊木、迷惑なもんか。むしろもっと休めばよかったのに。それにしてもあの後大変だったんだぜ。あいつ上役に柊木のこと愚痴ったんだけど、お前が悪いで片付けられちまったらしくてよ。それからずっと不機嫌なわけよ。ああまあそれはそうだろうね。でもそんなことじゃこの怒りは収まらない。これからどうしてやろうかあの男。しかし数日後、タイムリーな出来事が発生する。なんだよズリファ、まだ仕事中だぞ。あ、なんだって。お父さんが倒れた。それは課長の奥さんの父親が自宅で倒れ、緊急手術を受けることになった知らせだった。ああそうか、分かった、北病院な。ふん、もう少ししたら向かう。課長早退するんですか。そうですよね、大事な身内が倒れたら早退してでも向かいますよね。いやまだ仕事があるから早退はできん。お前病院で待ってろ。やっぱりプライドの方を優先するか。つくづくくだらない男だな。そしてそれから2ヶ月後。ちょっとあなた、お父さんが危篤状態だっていうのにまさか会社へ行くというの。今日が山場だってお医者さんにも言われたじゃない、この白状者。俺は身内が死んだくらいで休んだりなんかしねえぞ。いや俺はそんなことで休めねえんだよ。お父さんのことはお前に任せるから、あとは頼んだぞ。そしてその日の日中、課長の携帯に奥様から着信があり、義父はそのまま病院で息を引き取ったと連絡が入った。そうか、ああ、分かった。課長、今日はもう帰った方が。そうっすよ、奥さん一人じゃさすがに。課長、どうぞ病院へ向かってください。響き休暇を取られても僕は課長を責めたりしませんよ。ヒイラギ。僕も甘ったれな人間なので。誰が休むか、お前と一緒にするな、この役立たずめ。こうして課長赤松は早退もせず、響き休暇も取らず、プライドを守りたいがために会社に出勤した。その代償が大きいことも想像できずに。あなた、私と離婚してください。なんで。私の父の葬儀にも顔を出さないような男が夫だなんて冗談じゃないわ。そんなに仕事が好きなら仕事と結婚すればいいのよ、この最低男。いやそれは、待て、違うんだ、これには理由が。うるさい、触るんじゃないわよ。その後課長は奥さんと離婚し、嫁の父親よりプライドを優先した男として会社で白い目で見られ、誰からも賛同を得られず、孤立に耐え難くなった課長は会社を休んでそのまま退職ということになったのだった。そりゃ奥さんに嫌われるわな、父親の一生が終わるって時に夫が追悼すらしてくれないなんてな。柊木の時もドン引きだったが、まさか自分の身内にも同じことするとは。結果僕はちょっと煽ってやっただけで、あとは課長が勝手に自爆し、ざまあみろな終わりを迎えた。でも課長にやり返したからといって気持ちが晴れるわけではない。未だにあの時祖母に会えなかったことを後悔している。だからせめて。柊木課長すみません、うちの父が昨日から体調が悪いみたいで。分かったよ、有給にしておくから、お大事にね。ありがとうございます。自分と同じような後悔を人にさせないようにしようと思う。はあ、おばあちゃん、今年の夏もちゃんと帰るからね。エトラちゃんは見た。私はユズリハ、夫の赤松、それから今年11歳になる息子のヒイラキと一緒に暮らしている。私の実家は新潟で果物農家をやっていて、夫の両親は離婚して近くに義母が住んでいるのだけど。はーい。あら、こんにちは、お母様。あ
あら、ゆずりはさん、こんにちは。この義母、あざみさんがとにかく嫌な姑なのだ。何が嫌かって。今お茶入れますね。あらあら、ごめんなさいね、ゆずりはさん。私ったら手元が滑っちゃって。まあ主にこういうことをわざとやるところがね。まあお母様は大丈夫ですか？お怪我は？ええ、大丈夫よ。それにしてもこのガラスのオブジェ、友達からお土産にいただいたものだったんですけど。あら、なにその言い方。わざとじゃないって言ってるのに当てつけがましいわね。それに玄関にこんな壊れやすいもの置いておく方が悪いわよね。ええ、それもそうですね。あくまでそんなところに置いておくそっちが悪いというスタンスを貫くところもまたタッチが悪い。くそ、昨日カリンが遊びに来たから飾ってたのに、しまい忘れてたわ。これハワイのお土産？ありがとう。それからわざと物を落とす、壊すの他によくやるのがこれ。あらあらあら、やだわ、こぼしちゃった。ゆずりはさん拭いてくれる？悪いわね。いいえ、以前一目惚れして買ったお気に入りのラグにもミルクティーを何度もこぼされ、以来ラグは二度と置かないと誓ったのだった。旦那にもこのことについて何度も相談しているが。ねえ赤松、今度は玄関に置いてあったオブジェまで壊されたのよ。絶対わざとなんだから、あなたからもう少し厳しく言ってよ。でもさ、わざとじゃねえって言ってんだからさ、しょうがないんじゃね。年取りゃ誰でもそういうの多くなるだろ。ま、あんまり気にしない方がいいって。マジで使えねえなこいつ。なんか言った？なんでも。この通り脳なし中の脳なしなので全く役に立たず、結局悪者は全て安物にして、極力義母の目の届かないところに避難させるしか方法はなかった。全くいつまでこんな嫌がらせするつもりかしら。そして数週間後。わー、すっごく美味しそう。今年もいい出来ね。そうだろう。今年の正月は私の実家の新潟へ帰省することになった。今年は風も穏やかだったし、たくさん収穫できたのよ。今が一番いい感じに熟してると思うわ。ヒイラギちゃん、これお家に持って帰ってね。やったー、ありがとうお母さん。それからあなた、あちらのお母さんとはうまくやれてるの？これもあげるからあちらのお母さんに渡しなさい。ありがとう。そして束の間のリフレッシュ期間を終え、私たちは家に戻ることに。翌日。はーい、あたしよ、開けて。ちっ、こいつか。おばあちゃん？ええ、そうよ。はーい。あー、喉乾いたわ。冷たいお茶ちょうだい。はい、ただいま。今日はヒイラギもいるし、大した悪さもしないかしらね。あら、ヒイラギちゃん、何してるの？ゲームだよ、暇だから。そうなの。あら、この洋梨はどうしたの？ああ、うちの実家のです。よかったらお母様の分ももらってきたので持って行ってください。あら、それはありがとう。え、嘘でしょこのバッハ、まさか。やめ。おっとっと。あら、ごめんなさいね、また手が滑っちゃって。いい加減にしろこのバッ。おばあちゃん。ん？何？ヒイラギちゃん、またそうやってお母さんを困らせるの？ん？やね、ヒイラギちゃん、今のはわざとじゃん。いい加減さ、死ねばいいのにね。なんですって？まあこの子は。ゆずりはさん、あなたなんて教育してるの？孫にこんな言葉教えるなんて。ああ、これはお母さんが教えたんじゃないよ。それに本当のことでしょ？僕も見てたよ。今おばあちゃんがわざと用なしを落としたの。黙りなさいこの子、こんなもので遊んでるからろくでもない子になるのよ。何よ、何がおかしいのよ。いやだってお母様、それ赤松のですよ。今たまたま借りてただけで、僕は普段ゲームなんて全然やらないから。っていうかお母様、その理論だとあなたの息子さんこそろくでもないってことになりますね。こんなもので遊んでるからろくでもない
不愉快だわ、帰る。ありがとう、ヒイラキ。どうってことないよ。それにしてもさっきの言葉、あなたどっちの意味で言ってたの？内緒。そしてその晩、ヒイラキ、お前おばあちゃんから電話で聞いたぞ。死ねばいいのになんてなんで言ったんだ。今すぐおばあちゃんに謝ってこい、このバカ。やっぱり電話でチクったか。え、お父さん知らないの？あ、何がだよ。死ねばいいのにって言葉、あれお母さんの地元の方言だよ。え、新潟のおじいちゃん家に行った時に教えてもらったんだ。死なければいいのにっていうの、あっちじゃ死ねばいいのにって言うんだよ。お母さんの言う通り、おばあちゃんがわざと物を落としたり壊したりしてて、今日も用なしをわざと落として踏みつけてたから、そんなこといい加減にしなきゃいいのにっていう意味で死ねばいいのにって言ったんだよ。そうなのか。あ、それでね、怒ったおばあちゃんがお父さんのスイッチぶん投げてったよ。え、俺のスイッチが、うわ、おふくろ絶対許せ。そしてようやく義母の嫌がらせに気づいた夫は義母を叱り、冠婚葬祭でもない限りうちにはもう来ないようにと釘を刺してもらった。夫はヒイラギに謝り、私に土下座し、自分の小遣いでもう一度ゲーム機を買う羽目になったのだった。義母の嫌がらせも心配することなく、好きな食器やインテリアを楽しめるようになったし、夫も以前より私に気を使ってくれるようになったから本当に万々歳。でもヒイラギ、あの時は思わずハイタッチしちゃったけど、絶対に他の人にあんな言葉使ったりしちゃダメよ。うん、もちろん分かってるよ。義母が来てから普段は触らないスイッチで遊び始めたこの子は、もしかしたらああなることを予測してたのかもしれない。となると、この作詞としての才能を悪いことに使わないように目を光らせておこうと思う。毒舌は私に似てしまったんだろうから、ほんと反省だわ。エトラちゃんは見た。僕の名前はヒイラギ。中学の時、僕はとにかく陰キャだった。見た目もパッとしない。クラスでのカーストは当然一番下。そんな僕でも好きな人がいたんだ。クラスのマドンナ、ユズリハさん。あれは中1の時のこと。てめえキモいんだよ。俺の視界に入るんじゃねえ。大丈夫？これ使って。やられっぱなしはダメよ。先生に言うとか何かしなさいね。ありがとうございます。なんて優しい人。こんな僕を心配してくれる女子がいるんだな。女の子の香り。その甘い香りで僕の心はすっかり彼女の虜になってしまった。うわ、またヒイラギこっち見てるよ。キモ。おい、何見とんだてめえ。ヒイラギの分際でユズリハに手出そうなんて100年早えんだよ。立花君、手出そうとかそんなこと全然。くそ、なんでよりによってこいつがユズリハさんと付き合ってるんだ。これどうか見てんだよ。あの日僕は決意したんだ。陰キャなんて言わせない。この恋が叶わなくたってユズリハさんにふさわしい男になるんだ。あの、初めてコンタクトにしたいんですけど。いらっしゃいませ。こんな感じでいいのか。そして大学生になった子、僕は。ねえ、あの人かっこよくない？変優旅系モデルとかやってるのかな。あの、もしよければ連絡先交換しませんか。ありがとう。でもずっと好きな人がいるんだ。ごめんね。努力によって垢抜け、社交性も身につけ、勉強もたくさんした僕は一流企業に就職。会社でも僕はとにかくモテまくった。でも僕は女の子の誘いを頑なに断り続けた。僕が変わったのは不特定多数の女性にチヤホヤされるためじゃない。ユズリハさん、あなたは今どこで何をしているのだろうか。ハンカチ、返せなくて、ごめん。そして時は流れ、26歳、中学の同窓会に参加することになった。あのヒイラギくん、全然わかんなかった。ねえ、今仕事は？もしかして結婚してる？君たちのことはどうでもいいんだ。悪いけど、ユズリハさん、ユズリハさんはどこに？あれ、もしかしてヒイラギく
くん？ユズリハさん、さらに美しくなってる。僕の女神。ユズリハさん、久しぶり。そう、僕だよ。あまりに垢抜けててびっくりしちゃった。ユズリハさんの匂いだ。一緒に料理取りに行かない？あの高嶺の花、ユズリハさんがこんなに僕に話しかけてくれるなんて、僕の努力が報われた。ヒイラギくん、カルパッチョ美味しいよ。かわいい、尊い、いい匂い。ところで、どうしてそんなにイメチェンしたの？彼女？あ、いや、彼女はいないよ。っていうか、ユズリハさん、立花くんとはどうなったの？聞くの怖いけど。立花？ああ、そんなこともあったわね。中学卒業と同時に別れたわよ。中学生の恋愛なんてそんなもんでしょ。それじゃあ今は？今？もう全然出会いなくなっちゃってずっと彼氏いないのよ。あ、神様ありがとう。僕にも可能性が見えてきた。立花なんてね、高校の時に彼女妊娠させて結婚したけどすぐ離婚したの。ひどいよね。なんだそれ、最悪じゃないか。ジョーマブ、なんだよ、そっちが勝手にぶつかってきたんじゃないか。あ、立花、てめえ、中学ん時クソ陰キャだったのに何調子乗ってユズリハと話してんだよ。別にいいだろ、もうあんたの彼女じゃないんだから。立花に言い返せた。うん、そう、僕はこの日のために努力を重ねてきたんだ。自信は人を強くする。あんたいつまで中学生やってるつもりだ。ユズリハさんが誰と話そうが彼女の自由だ。大人ならそのくらい分かって叱るべきだろう。君は中学から何も成長していない、常識も分からない子供だ。てめえ！おいお前ら、調子こいてるこいつがクソなんだよな。全員でボコボコにしようぜ。おい、なんで誰も集まらねえんだよ。岡松、てめえ俺の言うこと何でも聞いてたじゃねえか。あ、お前何言ってんの、中学生の時の話だろ。もういい、こんな広がり俺一人で十分だ。やめて立花。傷害罪になるけどいいの？こんだけ人が見てるんだから誰か通報するぞ。せっ、ふん、今日のところは見逃してやる。その代わりユズリハを俺によこせ。は？何言って、僕はユズリハさんとは全然そんな関係じゃ。うるせえ、仲良さそうだったじゃねえか。ユズリハ、もう一回俺の女になれ。ユズリハさん、そういうところが成長してないって言うのよ。女は物じゃないっていくつになったらわかるの？最低、中学生ごっこしに来てるんじゃないのよ。ここにいる人たちはもうみんな大人なの。あんたとより戻すなんてまっぴらごめんだわ。ヒイラギ君、私中学の時正直君のこと好きじゃなかった。橘にも言われっぱなしで情けないと思っていたから。でもヒイラギ君は変わったわ。見た目だけじゃなく中身もすごくかっこよくなった。ユズリハさん、泣いた。そうして緊迫感にあふれた同窓会は幕を閉じた。ユズリハさん、今日はいろいろありがとうございました。え、どうしたの、かしこまっちゃって。今日僕が同窓会に参加したのはあなたに会いたかったからなの。え、中学の時からずっとユズリハさんが好きでした。ユズリハさんに認めてもらうために僕は頑張ってきました。ユズリハさんさえ嫌じゃなければ僕とお付き合いしてもらえませんか。喜んで。ヒイラギくん、泣いちゃった。この日僕の全てが報われた。そして僕たちは順調にお付き合いを続け、ついに婚約、同棲も始めた。そういえばずっと君に返せてなかったものがあるんだ。あ、あの時のハンカチ。長いことごめんね。返すよ、ちゃんと笑ってあるよ。気持ち悪いかもしれないけど君のいい匂いがして手放せなかった。いいのよ、返してくれなくても別に。いや、これからは毎日ハンカチじゃなくて本当の君の匂いを感じられるから。いい。私もヒイラギの匂い大好きよ。エトラちゃんは見た。私はカリン、一人暮らしを始めたばかりの大学1年生。誰にも邪魔されない自由な生活を満喫中なんだけど。カリンちゃんごめんなさいね、
せっかく実家に戻ってきてるのに掃除の手伝いなんてさせちゃって。大学も大変でしょ。休みの日くらいゆっくりしててもいいのよ。いえ大丈夫です。この人はうちの兄ヒイラギのお嫁さんのユリさん。私と入れ違いにこの春から兄とユリさんは実家に住み始めた。ここはもともとお母さんとお父さんの居住スペースだし、むしろいつも掃除させちゃってごめんなさい。ううん、いいのよ。私もこの家に住んでるんだし。あら、ユリさん、あなたまたその服着てるの？お母さん、よっぽど好きなのね。お気に入りだからってずっと同じ服ばかり着続けるのはどうかと思うわ。もっと美しくいる努力をしてくれないとヒイラギがかわいそうよ。私なんて未だにヒイラギと歩くと恋人と間違えられるのよ。でもこれ動きやすくって。家の中にいるだけなのに落ち着きがないのは困るわ。そういう意味じゃ。子供もいないのに。ちょっとお母さん、ユリさんがどんな格好してようがお母さんには関係ないでしょ。そんなことないわよ。家族なんだからよそで恥をかかないようにしてあげないと。他人はこんなこと教えてくれないでしょねえユリさん。ええ、そういう問題じゃない。子供のことだって。そんなことよりカリン、あなた一人暮らししてるのにしょっちゅう実家に帰ってくるじゃない。あんなに家から出たいって言ってたから好きにさせてあげてるのに。もう少し自立したら。私はユリさんが心配で。まったく、ユリさんったらヒイラギだけじゃなくていつの間にかカリンまで手なずけたのね。そんな人たらしだと心配だわ。外で男でも作らなきゃいいけど。お兄ちゃんは出張が多く、特に昼間この家にはお母さんとユリさんが二人きりのことが多かった。お母さんは自分が一番可愛いタイプで、お兄ちゃんがユリさんを大事にするのが気に入らないみたい。やめないか、アカネ。お父さんも注意はするけど、お母さんは全く聞く耳を持たないし。カリンちゃん、私は大丈夫だから。子供のことも気にしてないよ。こればかりは授かり物だから。あんな母親と一緒じゃできるものもできないよ。大丈夫よ。ユリさんはそう言うけど、ユリさんに子供ができたらお母さんの言動はもっとひどくなるんじゃないかと私は心配していた。お兄ちゃんももっとしっかりしてくれればいいのに。数ヶ月後。え、ユリさん妊娠したの？そうなの。報告が遅くなってごめんね。本当よ。一緒に暮らしてる私たちにまで内緒にしてるなんて、後ろめたいことでもあるの？おい、アカネ、どの口が。すみません、安定期に入るまでは待とうってヒイラギさんが。あら、ヒイラギが言い出したの？水臭いわよ。お母さん協力するのに。まあ安定期に入るまでは安心できないものね。ユリさんってドジだし。アカネ、いい加減にしないか。お前がヒイラギと一緒に住みたいって言うから二人は同居してくれてるんだぞ。お前のわがままでここに住んでもらっているのに、どうしてそうユリさんに辛く当たるんだ。あら、私は親切心で言ってるのよ。それなのにそんな言い方。いじめられてるのは私の方だわ。いじめてなんて。いいんです、私がドジなのは本当ですから。そうね。ねえじゃないわよ、お父さんも。すまん。大丈夫よユリさん、元気な赤ちゃんが生まれるように私がしっかりサポートしてあげるから。今までみたいにカロリーの高いものばかり食べてちゃダメよ。妊娠したからって太ったりしたらみっともないわ。でもそれはもう遅いかしら。ちょっとお母さん、本当にいい加減にして。お兄ちゃんもなんか言ってよ。ユリのお腹の子供のことなんだけど、実は今日みんなにお願いがあるんだ。お願い？お腹の子供の DNA 鑑定をしたい。はぁ、お兄ちゃん何言ってるの？まさかユリさんのこと疑って。あら、いいわね。私もね、必要かなって思ってたところなの。3年もできなかったのに急に赤ちゃんができるなんてって。何もおかしくないでしょ。いや、俺も変だなって思ってて。もしも自分の子じゃないなら養っていく気にはなれない。この際、生まれる前にはっきりさせておきたいんだ。お兄ちゃん、わかるわ。そもそも夫を愛してるなら女の方から検査してくださいって言い出すべきよ。でもお前はそんなことを。他の男の子供だってわかったらユリさんにはさっさと出て行ってもらいますからね。はい。ユリさん、それでさ、 DNA 鑑定のことを調べたら鑑定結果には間違いが出ることがあるそうなんだ。だからより正確な検査結果を出すために最近じゃなるべく親族の DNA も提出することになってるんだって。それで母さんたちにも協力してほしいんだ。協力って、私たちも DNA を提出するってこと？ああ。必要ないわよ、私たちは血のつながった家族なんだからね。分かってる、ユリのお腹の子供との血のつながりを調べる検査だよ。母さんも協力してくれるよね？ええ、構わないけど。でも、じゃあ早速このキットを。ユリさん、本当にいいの？こんなこと。
平気、私は大丈夫よ。こういうことははっきりさせておいた方がいいから。それにこれで最後だもの。最後？じゃあ早速頼むよ。結果は1週間後に。ええ。そして1週間後 DNA の鑑定結果が出た。それで？思った通りだった。血縁関係は認められず？やっぱりユリさん浮気してたのね。そんな、何かの間違いじゃん。離婚よ離婚。血のつながりのない子供を夫の子と偽るなんてとんだ悪手だわ。あんなによくしてあげたのに。今すぐ出て行きなさい。もちろん慰謝料は請求しますからね。はぁ、言いたいことはそれだけか、母さん。え？その鑑定結果、私の子供の鑑定結果じゃありませんよ。なんですって？あ、本当だ、名前が書いてある。私とお兄ちゃんとお母さんと。お父さん？何？これ、お父さんだけ血のつながりがないって書いてある。なんだって？どういう。おい、あかね、どういうことか説明しろ。父さん落ち着いて。これが落ち着いていられるか。だってこれが本当なら、あかねは。そんな結果が出るわけないわ。だってゆりさんの子供との DNA 鑑定をしたはずじゃ。あれは嘘だ。これは初めからうちの家族の血のつながりを調べるための検査だったんだ。どうしてそんなことを。っていうか、お父さんと私たちって血のつながりがないの？ガリン、すまない。ここのところ母さんの言動があまりにもひどいから、もう黙っていられなかったんだ。私たちにまで内緒にすることないのに。ヒイラギ、お前知ってたのか？ごめん父さん、そうじゃないかなとは思ってた。前に母さんと出かけた時、デートによく使われそうな雰囲気の店にたくさん連れて行かれたんだけど、その中に店員がチラチラ俺のこと見てくる店があって。ちょっとお手洗い行ってくるわね。ああ、失礼ですが、お連れ様はお母様で？ああ、はい。やっぱりいくら若作りしても恋人には見えないよな。ああ、やはり昔のことを思い出しましたよ。昔のこと？お母様とお父様がお若い頃、よくこの店にいらしてたんです。あなたはお父様によく似ていらっしゃる。そうですか？言われたことないですけど。いや、うり二つですよ。懐かしい。お父様もいつもその席でコーヒーを召し上がっていました。え？確か父さんはコーヒー飲めなかったはず。なんか変だな。お待たせ。お帰り。次何飲もうかな。まさか。その後母さんの部屋を調べたら、俺にそっくりの男の人の写真が出てきたよ。ヒイラギ、あなたそんなこと。あかね、お前。父さん、いや黒木さん、黙ってて本当にごめん。俺もそんなはずないって思いたかったんだ。俺たちの存在そのものがずっと黒木さんを裏切ってて。正直今かなり混乱しているが、黒木さんなんてやめろ。ヒイラギ、俺とカリンとお前が家族であることには変わりはない。もちろんユリさんもだ。お父さん。父さん、アカネは別だけどな。違うのよあなた。これは何が違うんだ。この鑑定結果が証拠だろ。とんだ悪女はお前だったわけだな。離婚だ。さっさと出て行け。離婚だけはもう昔のことよ。今はあなただけなの。絶対に許さん。その後お父さんは本当にお母さんを家から叩き出した。あんなに怒ったお父さんを見たのは初めてだった。お母さんが家に入れてもらえたのはそれから1週間後。その間ファミレスと漫画喫茶を往復してたらしいお母さんはすっかりやつれ、年相応の見た目になっていた。お父さんはだいぶ落ち着いたようだけど、一緒には住む気にはなれないらしく。お母さんは実家に戻され、そこでおじいちゃんにみっちり絞られているそう。僕もが数ヶ月後。それでゆりさんたちはこの家に住み続けることにしたの？うん、お父さんにはよくしてもらってるし。でもお母さんとの嫌な思い出もあるでしょ。電話もかかってくるって聞いたけど。大丈夫、お母さん今はお父さんだけっていうのは本心みたいで。ゆりさん元気？無理とかしてない？離婚されるかもしれないとなったら随分態度が変わったのよ。いつまで続くかな。そうなったら本当に別居を考えるかも。でも大丈夫よ、この子もいるしね。ゆりさん幸せそう。よかった。お父さんと血がつながってなかったことは複雑だけど、私はこうなってよかったと思う。お母さんとは距離を置いて時々噂を聞くくらいでちょうどいいかな。私ももう大人、しっかりしなくては。
生まれてくる命のためにもね。元気に生まれてくるんだよ。エトラちゃんは見た。私はカリ、クラブエトラのママを務めている。基本的にうちのお店は過激なサービスなどを禁止している。店内トラブルを避け、女の子たちの退職を防ぐためだ。そのため自然と高額なお酒を強引に開けさせることもない。いらっしゃいませ、カツラ様。やあ、カリンさん。そのおかげでお客様のほとんどはとてもいい方たちばかり。大きな売り上げはないものの、初心者の行きやすい店として少しずつ売り上げを伸ばしていた。オープンで仕入れたこの500万円のシャンパンもすっかりお守りボトルになっちゃったわね。しかし最近、ご来店されたお客様で困った方がいる。それがこの男、赤松だ。イーズリオちゃん。もう赤松さん、どこ触ってるんですか。お触りは禁止ですよね。あ、ごめんごめん。このように隙あらばホステスの女の子たちにセクハラをかますのだ。そして問題はこれだけではない。ゆずりはちゃん、ヒイラギに会いたくないか。ホテル行ってくれたら会わせてやるよ。俺ヒイラギの親父なんだよ。私別にヒイラギのファンじゃないからな。ちっ、ヒイラギとは今一番話題の俳優で、映画やドラマの主演に引っ張りだこ。甘いルックスと抜群のプロポーションでモデルとしても活躍している。エトラちゃんは見た。毎週火曜21時放送決定。でも本物の俳優だぞ、会いたくないのか。大丈夫です。そう、赤松はヒイラギの父親を自称し、女の子をお持ち帰りしようとするのだ。俺実はヒイラギの父親なんだ。確かにこの町はヒイラギの地元だが、私含め誰も赤松の言うことは信じていない。もうあのおっさんのヒイラギ攻撃いい加減にしてほしいわ。カリンさん、あのおっさん出禁にできないの。そうね、そろそろ対策を考えないといけないわね。普段の客層がいい分、赤松のせいでお店の女の子たちは疲弊していた。赤松の座る席のそばには必ずボーイを配置し、ゆりちゃんヒイラギのファンなんだろ、映画の撮影現場連れてってやるよ。だからさ、ゆりさんご指名です。あ、赤松さん、またお話ししましょう。ち、暴走しそうになったら女の子を変更することでその場をしのいだ。しかし彼女の登場により事態は急変することになったのだ。赤松様、はじめまして、新人のあかねです。今日が初めて。はい、この業界も初めてなのでご指導お願いします。へー、おっぱいでっけーな。赤松さん、新人つけて大丈夫なんですか。今ホステスが足りないから仕方ねえよ。でも目は絶対離すなよ。なあ、あかねちゃんってヒイラギってやつ知ってるか。早速来た。はい、この町が地元ですよね。お、そうさ、よく知ってるな。それでさ、実は俺ヒイラギの父親なんだよ。え、私と若松さんが話してるヒイラギって同じヒイラギですよね、俳優の。当たり前だろ、そいつ以外誰がいるんだよ。すっごい、私大ファンなんです。信じた。おお、ほんとか。じゃあ今度会わせてやろうか。え、いいんですか。いいよいいよ、その代わり分かってるよな。でも証拠がないとな。ね、はあ、あかねさんもそこまでバカじゃないか。証拠ならあるぞ、今度持ってきてやる。楽しみ。はあ、閉店後、あかねさん、赤松さんには気をつけた方がいいわよ。別のお店のホステスがホテルに連れ込まれそうになったこともあるって聞くし。分かってますよ、大丈夫です、私にも考えがあるので。そして1週間後。あかねちゃん、こんばんは、赤松さん。例のもの持ってきたよ。それって、そう、じゃーん、子供の頃の写真だ。え、確かにそれは幼い頃のヒイラギの写真で間違いなかった。テレビ出演時のゲスト紹介で子供の頃の写真も公開されている。赤松様って本当にヒイラギの父親なの。だとしたらクソ親すぎでしょ。息子の名前出して子供と同じくらいの年の女の子に手を出そうなんて。キャー、かわいい、ほんとだ、ヒイラギだ。だから言っただろ、奥さんは写ってないんですね。あー、嫁はな、離婚したんだ、あっちの浮気でな。へえ、そうなんですか。だから男で一つで育てるのも苦労したんだぞ。赤松さん、素敵ですね。じゃあ証拠も見せたし、約束通り。分かってますよ。すっごいサービスしちゃいますね。
でもいろいろ準備が必要なのでまた再来週くらいに来店してくれませんか。お、ね、が、い、たく、しょうがないな。あかねさん、ちょっとこっち。何する気なの？言ったでしょ、あんまり過激なサービスは禁止って。ちゃんと分かってますよ、ホテルに行ったりなんてしません。本当に大丈夫なのかしら。そしてまた2週間後。今日のために高いホテル予約したぞ。赤松さん、いらっしゃいませ。あかねちゃん、サービスってどんなことしてくれるの？立花君、絶対にあの二人をアフターに行かせないでね。わかりました、ちゃんと見張ってます。すいません。あ、いらっしゃいませ。え、こんばんは。ああ、ヒロギ、突然すいません。このお店でよく父がお世話になってると知人に聞いたもので。コーチさん、足のっか。そう、私の目の前には本物のヒイラギが立っていたのだ。じゃあ赤松さん、本当にヒイラギの父親だってこと？ヒイラギ、どうもお久しぶりです、赤松さん。赤松さんなんて、なんでそんな他人みたいな呼び方なんですか？親子なんですよね。へえ、おかしいですね。僕はあなたと親子だった覚えはありませんが。うん、え、どういうこと？でもでも証拠だってありますよ、ほらこの写真。これは小学校の時の遠足の写真ですね。赤松さんの息子さんと僕は同じクラスだったので一緒に行っただけですよ。こんな写真まで持ち出して他人のふりをして。恥ずかしくないんですか？僕の父親の名前は黒木です。父の名誉のために出るとこ出てもいいんですよ。それ任せて。あ、お金払いなさいよ。僕が払います、ご迷惑かけて申し訳ございません。かりんさん、ごめんなさい。実はヒイラキをここに呼んだのは私なんです。あかねさんも？私たち実は幼馴染なんです。待って、情報が多すぎてクラクラしてきたわ。かりんさん、ここが地元だからヒイラキの身内や知り合いのふりをする人は何人か見てきました。いつもは黙って無視してたんですけど、赤松だけは許せなくて。僕の親、本当にシングルファザーなんです。実際は離婚ではなくて、母は僕が小学校低学年の時に癌で亡くなりました。ヒイラギのお母さん、本当にいい人なんです。お父さんもヒイラギのために一生懸命で、私にもよくしてくれて、本当に本当にいい人なんです。小学校の写真を見せられた時、なんで黒木さんの苦労を知ってるはずの人がこんなひどいことできるんだって怒りが収まらなくて、ヒイラギに言うつもりはなかったんです。だけど耐えられなかった。お店に迷惑がかかることは分かってました。本当にごめんなさい。今回のことを計画したのは僕です。本当に申し訳ございません。まったく、もうこんなことするんじゃないわよ。そんなに泣いたら目が腫れちゃうでしょ。かりんさん、赤松様には他のお客様たちも迷惑していたし、どうにかしたいと思ってたから、今回のことは目をつむってあげる。ありがとうございます。あの、お詫びと言ってはなんですが、このお店の一番高いお酒を注文させてください。僕は明日撮影で飲めないので、皆さんで召し上がっていただけませんか。え、一番高いって500万円はするわよ。ではそちらをぜひお願いします。まさかこんな形でこのボトルを開ける日が来るなんて。後に聞いた話だが、赤松の息子は引きこもりのニートで、それに引き換え当時貧乏で見下していたヒイラギがテレビで活躍しているのに嫉妬し、こんなことをしたらしい。赤松がいなくなったおかげで、うちのお店もいつも通り平和に戻った。お詫びで大金を惜しまず使った男気と父親思いな優しさに惹かれ、私を含めたお店のキャストもボーイもすっかりヒイラギさんのファンになってしまった。ヒイラギさんの新しい CM 見た？見ました、かっこよかったですよね。エトラちゃんは見た。よしよし、みんな集まってるな。俺は黒木、町内のエトラ子ども会のメンバーだ。今日は待ちに待った節分の日。豆まきは少年部のみんなが心待ちにしていた大切なイベントだ。子ども会役員から鬼の役を頼まれた俺は、このイベントに向けて入念な準備をしてきた。よし、真っ赤な全身タイツ、腰に巻いた虎模様のバスタオル、スーパーでもらえる鬼のお面、 C
新聞紙で作った金棒、できることはやった。みんな楽しんでくれるといいな。でも豆まきの準備大変だったな。準備自体は数日もあれば終わるのだが、どこにでもやんちゃな子供はいるもので。あら、飾りがボロボロになってる。破かれてますね。あら、ハサミが一個もないわね。あれ、さっきまでここにあったんですけど。黒木くん、背中ものすごい汚れてるよ。え、なんで。バーガバーガ。赤松くん、今日はおとなしくしててくれればいいけど。あら、あそこにいるのは誰かな。ゆり会長の声、合図だ。よし、ガオー、青ガオー、食べちゃうぞ。こんなに喜んでくれるなんて、頑張って準備した甲斐があったな。そんな心地よい時間に浸っていた時だった。いた。なんだ、石、これが当たったのか。えっへっへ。赤松くん、あれがつけてやろう。ちょっと赤松くん、やめなさい、危ないでしょ。慌てて役員の方が止めに入ってくれたが、俺はすでに流血状態。眉の上を切ったため出血量がすごかった。お兄さん大丈夫。あ、このままじゃせっかくの豆まきが。お兄さんをやっつけたね。それじゃ、お兄さんはこちらへどうぞ。俺はゆりさんに誘導されるまま退場。そのまま病院へ直行し、結果は一針縫うというなかなかの怪我だった。ありがとうございました。じいちゃんが知ったら大激怒してただろうな。じいちゃん旅行中でよかった。ただいま。はぁ、何言ってんの。なんか騒がしいな。うちの子は悪くないでしょ。何回同じこと言わせんのよ。自分で考えてやめてやったのよ。確か赤松くんのお母さんの茜さん、石を投げたことについて話し合ってるのか。少し落ち着いてください。ご自分が何を言っているのか分かってるんですか。意味不明なこと言ってるのはあんたの方でしょ。だいたいね、豆なんかで鬼が退治できるわけないでしょ。うちの子、役員連中に怒られたせいで心に傷を負ったのよ。この落とし前どうつけるつもりなの。心に傷って、そもそもそちらのお子さんがうちの子に石を投げたせいでしょ。あんたのとこのガキが余計なことしなかったらこんなことにはならなかったんだよ。勝手に怪我してうちの子のせいにしてさ。ひどいなこの人。カエルの子はカエルなのか。今日はもうお帰りください。お話はまた後日にしましょう。こっちは出るとこ出たっていいんだからね。覚悟しときな。母さんは話し合いにならないと判断したのか、話し合いは子供会の役員を含めて後日行うことになった。2日後、とりあえずうちの子に謝ってくれません。石を隠して持ち込んだのは赤松くんであって。人の子供にガタガタ言いやがって。ただじゃお金ぞ。ちょっと話を聞いていただけませんか。話を聞かねえのはそっちだろうね。そもそもな、俺は治療費さえもらえればいいや。なんかもう関わり合いになりたくない。話し合いは平行線のままだったが、ここで新たな事実が発覚する。以前も申し上げましたが、会費が未払いなので赤松くんはそもそも子供会に参加できないのです。え、そんなこと今は関係ないでしょ。おいおい、マジかよ。ではそちらは治療費を払う気はないということですね。何があっても払っていただけないと。当たり前だ。そんな大げさな包帯なんぞ巻きやがって。むしろ被害者はこっちなんだぞ。わかりました。ではあなたの給料から治療費を差し引いてもらうしかないですね。治療費の請求は徳佐さんに渡しておきます。ゆりさん、徳佐さんを呼んでもらえますか。はい。徳佐さんとは赤松くんのお父さんが働いている左官屋の社長で、俺の父さんや子供会の役員さんたちの飲み友達でもある。普段は気のいいおっちゃんだが、曲がったことが大嫌いで怒らせるとめちゃくちゃ恐ろしい人だ。なんだ、まあそのうちのガキにも悪いところがあったかもな。はい。お互い謝罪してそれで終わるってのもいいかもしんね。お互いに、つまりはあれだ、別に社長にまで言う必要はねえんじゃねえかな。ほら、社長は忙しい人だからあんま迷惑かけたくねえしよ。払う気はないんですね。
いや、別に絶対払わないっつうわけじゃ。ふざけんじゃないわよ。なんでこっちが金出さなきゃいけないのよ。ちょっとアカネさん、物を投げないでください。うちは自分だって出さないからね。ちょ、やめてください。近づくんじゃないわよ。落ち着けアカネ。こうなったのも全部あんたのせいだからね。こんにちは、来月そちらで使う資料をお持ちしまった。なんでさ。ちょうどよかった。おまわりさん、この人止めてください。とりあえず落ち着いてください。部外者も引っ込んだろ。私に触んじゃねえ。それ以上の暴力は公務執行妨害ですよ。なんで私が。あいつらを捕まえろよ。話は署で伺います。こうして茜さんは警察の御用となった。その後は事情聴取やら現場研修やらで時間を取られたが、豆まきの怪我に関しては治療費プラス慰謝料をもらうという示談で落ち着いた。あかねさん、とうとう未納分の会費は払わずじまいでしたね。ああ、会費については徳佐さんにお願いしました。徳佐さん経由で回収していただけるはずです。さすが会長、器物破損についてもきっちり被害届出しましょうね。そうですね、みんなの会費で買った大切なものですから。あんたは本当に被害届出さなくていいの？うん、赤松くんが石を持ち込んでたことに気づかなかった俺にも非があるし、いや普通持ち込まないから。もらえるものはもらったし、茜さんたちも制裁は受けるし、もう十分だよ。さすがカリンさんのお子さんですね。かっこつけてるだけよこの子は。それから数日後、赤松くんの父親から改めて謝罪したいとの連絡が入った。出席者は赤松くんとそのお父さん、おばあちゃん、こちらは俺、母さん、そして、ふん、なんだそれ。平等じゃないね。向こうにも同じところに同じ傷をつけてやらなきゃ。それはさすがに。大丈夫、二人は何もしなくていいよ。じいちゃんに任せておきなさい。ダメだってば。それじゃ相手と同じになっちゃう。そう、じゃあ気が変わったら言いなさい。準備だけはしておくから。準備しとくんだ。それとどうしても一言言ってやらないと気が済まないから、私も話し合いに参加するよ。え？本気？もちろん。楽しみだな。というわけで急遽じいちゃんも出席する流れとなったのだ。お待たせしてすみません。坊主頭？この度は本当に申し訳ございませんでした。こんなことで償いになるとは思いませんが、すみませんでした。以後こんなことがないように注意します。ほら、お前も謝れ。ごめんなさい。ちゃんと謝罪してもらったのでもういいですよ。頭を上げてください。でも茜さんはどうしていらっしゃらないのですか？彼女も立ち会うべきだと思いますが。あの、実は嫁は刑務所に入ることになりまして。どういうことですか？お金はちょっと前にも暴れたことがあって、その時に出された被害届の執行猶予期間中にまたやったので、実験に。でも今回は示談でしたでしょ？今回とはまた別件で。別件があったのか。それにしても赤松くん、しばらくお母さんと離れ離れになっちゃうのはさすがにかわいそうだな。これからどうなされるおつもりですか？子供会の会費以外にも滞納しているものがいろいろありましたので、それらを全部払うと家賃も払えなくなってしまうと連絡が来まして、二人はしばらく私のところで預かることにしました。そうですか。あなたが黒木さんね。怪我は大丈夫？ええ、この通り治療も済んでいますので。あら、本当ね。小さい傷でよかった。怪我したのが女性や子供じゃなかったのは不幸中の幸いね。はあ、今なんて言った？やっぱり。あんたにとってはただの他人かもしれないがね、私にとっては世界一可愛い孫なんだよ。孫を傷つけられたらさ、腹が立つだろう。こんな風に。え、何を。ダメよお父さん。どきなさいカリ、狙いが外れちゃうだろう。平等にしなきゃ、平等にさ。お父さん言ったでしょ、同じことしたらダメなんだってば。わかったよ、可愛い娘と孫のためにやめておこう。あの、私何かお気に障ること言いました？あんたはもう黙っててくれ。そうかいそうかい。カリンがいてよかったね、ばあさん。おばあさんの言わんとしてることは理解できるけど、今ここで本人の目の前で言うことじゃないだろう。こうして今回の一件は終わりを告げ。どれ黒木、傷を見せてみなさい。じいちゃんと目が合うとなんだか気恥ずかしいな。
世界一可愛い孫なんだよ。あんな時に世界一可愛い孫とか言うから。うむ、男の勲章だ。気にするな。あと50年もすれば目立たなくなるよ。シワで。うん、シワで。我が家にもようやく平穏が戻ったのだった。